トスカの舞台ヒルデガルト・ベーレンスは、ドイツのソプラノ歌手、オルデンブルクの医師の家庭に生まれる。当初は、フライブルク大学にて法学を学び、税理士の国家資格を有するとも言われる。その後、フライブルク音楽大学に学び、1971年、卒業。同年デュッセルドルフのラインドイツオペラと契約し、幅広いレパートリーを持つようになる。 ヘルベルト・フォンカ・カラヤンによって見出され、1977年、ザルツブルク音楽祭のサロメで、国際的にセンセーショナルなデビューを飾ることで、メジャーへの糸口をつかんだ。1980年ミュンヘン・オペラフェスティバルに出演。新演出、トリスタント・イゾルデにて、80年代の新しいイゾルデ、との評価を得た。1983年、バイロイト音楽祭の新演出。 ニーベルングの指輪で、ゲオルク・ショルティ式のもと、ブリュンヒルデ役を初めて演じ絶賛され、世界各地の歌劇場で同役を演じるようになる。また、パリで、アール・シュトラウス、エレクトラを、小沢聖司と共演し、世界各地で同役を演じ最高のドイツドラマティック、ソプラノとしての名声を確立した。他にも現代の作曲家による歌劇にも、積極的に出演した。 声のみならず、容姿や演技に優れていた点についても、2種類の指輪を、はじめ多くの映像が残されている。2009年8月、草津国際音楽アカデミーフェスティバルに出演するために来日していたが、8月17日から体調不良を訴え、東京都港区の病院に入院していたところ、8月18日に動脈瘤破裂などにより死去。歳没。 幅広いレパートリーで知られ、モーツァルトやウェーバー、ロッシーニの歌劇のほか、ベルリオーズやラベルの還元楽版奏付き歌曲なども得意とするが、一般には豊かな声量と安定した歌唱力によって、ワーグナーやアール・シュトラウス、ベルクの楽劇で有名。中でもブリンヒルデやイゾルで、エレクトラが当たり役である。作品の知的な解釈とドラマティックな表現を特徴とし、 現代音楽の上演にも積極的に取り組んだ。高音の伸びと美しさには定評があった。音楽評論家の吉田秀和はバーンスタイン式バイエルン放送交響楽団との共演によるトリスタンとイゾルデのレコードを表して、この歌を耳にして、その美しさに聞き惚れない人はあまりいないだろう。ヒルデガルト・ベーレンスというソプラノだが、私はまだ知らない人である。 なるほど、美声である。上の方なども、じっとも苦しそうでなく、むしろ、上に行くほど、心よく、澄んで響いてくる。と称賛している。さらに吉田は、1996年のザルツブルク音楽祭における、エレクトラの実演に接して、ベーレンスの声の美しさ、充実、歌唱の密度の濃さ、それでもって、劇的緊張を強く大きく造形してゆく能力の、高さ。 これは、定評の通りであり、それ以上であった。と述べている。男性歌手は、気楽奏者や音楽以外の職業から転じた例が少なくないが、女性歌手としてはやや異例で、しかもかなり遅いデビューだった。特にデッカのスタッフが録音したサロメは、録音の鮮明さ、カラヤンの指揮の素晴らしさもあって評価が高い。H ベイレンスさん指揮。 産経新聞2009年8月18日閲覧、不法、アビチュアリーアーカイブド2011年7月23日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、草津かき国際音楽アカデミーフェスティバル公式サイト 3H ベーレンス式教音楽の、とも2009年10月号。ありがとうございます。